CR ね。あ、まだまだ参加希望者いるんだ CR。 おい、どうした？まだ、あ、そうだよな。確かに。確かに。確かに。僕はまだそのうちは謙虚だな。何そんな謙虚なんだよ。いやいや、本当のこと。まあ、水面下でなんか結構俺みんななんか暗躍してるって聞いたけどね。なんかみんな暗躍営業かけてるって聞いたけどね。営業、そうそう、なんか 出たい人がね。あー、CRカップ。まあでも大事っすよね。SFL とかさ。あ、SFL か。SFL かな。そう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 。それは大事だと思う。暗躍してるって聞いたけどね。あ、トラボさん営業してる？一番苦手なんすよね。そう、営業苦手そう。何この配信外みたいな会話。確かにだよね。カルビね、いいとこに気づいたよね。マジですじゃん。カルビいいとこに気づいた。配信外する会話でしょ。ナルオさんはね、ナルオさんは危ないのよ。配信外の話をそれこういう顔して、そう普通にやるから。営業の権限じゃん、いいじゃん。いつでも素なのよこの人。表裏がないんだね。カルビが危ないっていうのはなかなか聞いたことない。素晴らしい。私がそう思うなんて相当ですよ。すごい。相当やっぱすごいですよ。カルビに危ないと思われるのは。カルビ危ない。カルビ我々の界隈でやっぱ一番危険な。そんなことないって。一番危険なんですよ本当に。簡単。言うんですかそうやって。いやいや、俺は全然でしょ。笹さんとの会話聞いて涙出そうだったからね。ファントさんもバンされるかもしれないじゃないですか、セクハラで。いやいやいや、セクハラですか。いやいやいや、そうなんですよ。だからみんななんかね、僕何の人みたいな感じで思ってると思うんですけど、はい、セクハラの人なんですよ。セクハラの人なんですよ。セクハラの人なんですよ。そうなんですよ。僕なんかねえ、さっきねえこのゲームうまいのみたいな感じの話してたんですけど、あ、はいはい、僕何にも別にゲームやってなくて、ただゲームでセクハラしてるだけなんですよ。セクハラ一本で、セクハラ一本で試合カップ。よかった、女性のプロゲーマーってコーチにしなくてよかった。危なかったよ。いやいや、あのいつでも待ってます、紹介。危ない危ない。まあ知ってたけど、なんか振りみたいになっちゃうからあれだなと思ったんですけど、うん、モノマネの人っていう俺は認識あったんですよね。あ、マジですか。あ、へえ。まあ、モノマネでしたね。ですよね。はい、俺は結構その認識だったんですよね。へえ。あ、何のモノマネ得意なんですか。ベガになっちゃうからちょっとかわいそう。あ、まあそうか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 、はい、そうか。ベガ得意です、ベガ。ベガ。サイコパワーウォーってでしたっけ、なんでしたっけ、なんかなんだろう、ベガのセリフでこれ。あ、ごめんなさい、本当にちょっとなんか反応があったんでやめてください。いやいや、ごめんなさい。ベジータのモノマネとかも全くふざけた野郎どもだ。わかっけー。似てる。ありがとうございます。めっちゃ似てる。さすがだな。一切出してこなかったですね、ワンタさん。その、その、だから、だってさ、そういうテンションじゃないしなと思って。いやいや、なんか、なかったのよ。いや、なんか、あの、めちゃくちゃ来たかったんだけど、弱い立場だったんで、いや、弱い立場だったんで、そんなのない。あるなら、やれよみたいな。弱い立場で。格ゲー勢の人ね、ドラゴンボール好きな人、マジで多いから。あ、そうなんすか。マジ刺さると思う。ドラゴンボールの格ゲーとかやってましたけど。ユーがまたこれ営業の話ですかこれ。な、何が？何が？あ、そういうこと？あ、そういうこと？アピールしろみたいな。あ、いやいや違う違う。人間になるか。違うよ。よくないよユーがそういうの。いや、いい夢。黙れお前。黙れよ。言葉強っ。ひどいんだよな、なんか扱いがない、扱いが。そうなんだ、言うがひどいんだよ。まあ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 、ひどいわけではないっすよ。まあ、カルビさんは本当に懐の広い方なので、やっぱ我々がね、粗相。あ、そりゃそうなんだ。カルビちゃんって怒ることあるの？あんまないかな。イメージないかもな。怒ったこと見たことないかも。うん、本気怒りはないな。
イラついてんのも見たことないな。でもイラつくのはめっちゃあるね。あ、そうなんだ。プロゲーム一番イラつくもんだって。ジェミもジェミもめっちゃ嫌だよね。じゃああれか、じゃあ俺の人狼別にそんなイラついてないか。あれもいや、まあ、あれはイラつきましたよ。すごいね。全くふざけた野郎だ。なあカカロット。え、なんかさ、ナルオさんとさ、ホントって声似てるよね、ちょっと。ホント？うん、ちょっと似てる。うん、マジ？いけるよ。え、悟空いけるんすか、ホントさん。悟空っすか、はい、ちょ待って、あの、BGM いける人いるんで、果樹。BGM? え、なんだっけ、なんだっけ、BGM? でって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 いけるじゃん、果樹。いや、その、いや、それお前がやるよ、じゃあ。お前、言えんだったらお前がやるよ。お願いします、お願いします。BGM お願いします。ちょっと BGM 流して、ちょっと、ちょっとなんか、悟空がやられてる時の BGM でお願いします。悟空がやられてる時ってなんだ。そんな感じで出してますね。急げーってやついんね、カジュ。あっせやついになって。え、でん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 でるでん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 てててれいじったやられてる時のやつしかできないですよ。ごめんなさい。カズルさんの方が使ってなかっただろう。そういうのやってくださいよ。いや、ほんとやりたかったんですよ、倒れてる時は。やりたかったんですよ、こういうの。1日目に、1日目にやれよ、これ。いや、そうなんですよ、これ。1日目にやれよ、これ。なんかそういうテンションじゃないからめっちゃ振りたかったんですけど、いやでもちょっと違うかと思って、さすがにと思って。じゃあずっとワクワクして撮ってたの？そう、めっちゃワクワクしてた。そうなんだ。そう、ずっとやってほしいけどな、それ。全然俺はすげえ聞きたかったのよ。やりましたよ、やりましたけど。なんかもう、うん、モノマネするならトレモコモレオジが出てくるかなと思って。そうじゃね。やばいなんかされてるよ、オジ。なるほど、ね。オジがね。ドラゴンボールの話に戻るんですが、カズノコさん初代格闘ゲームのやつ初代世界王者じゃないですか。あ、ドラゴンボールの格ゲーね。そうなんですか。いや、そんなん言ったらフェンリッチも一回世界王者になってます。いやー、ありがとうございます。これがどういうこと。自分じゃん、自分。そこに自我出してきたな。そこまでがリーサルだったんだ。たんだ。あ、今ちょっとセットプレイでした。今のちょっといかんね。ほんとさ、振り使ったなお前。いや、俺うまいな。いや、でも僕も世界チャンピオンなんですよ。やっていいですか、一回。ああ、どうぞどうぞ。はい、うん、世界チャンピオンのミスターサザンダダイナマイトキー。まったくふざけた野郎だ。クソ似てるやん。あんたさん、ドラゴンボールのものまねかなりレパートリーあるんだな。知らんかった。結構多いですね、まだ全然。俺のアスタドラゴンボールものね、ものまねでコラボしたかっただったら何できるんですか。いや、全然できないですけど。この後やりたくないよね、この後完成。浅いのでやりたかった。マジか。二次会やろうよ、二次会。初日に言えばよかった。初日にやってほしいな、これマジで。まあちょっとこれを。やっぱり文字が。これを、これを踏まえてね。次回やったときは最初からこれからいけるだろうね。これからいけるだろうね。まあよかった、よかったね。最初から行っていいんだねってなったら。まあどうせ。またぜひ遊んでください。いつかあるだろうし、こういう機会。絶対。またぜひ。まあそれまで炎上しないように。炎上しなければ多分いると思うんでね。消えない。界隈にいると思うんで。界隈に入れるように頑張りますね。頑張ろうな。頑張ろう。一緒に頑張ろう。一緒に頑張ろう。一緒に頑張ろうね。ファンタも一緒に頑張ろうな。頑張ろうね。まだ聞いてくださるのか、セクハラで。全然スレスレのところいるんで、僕。ないでしょう。あれあれ、ちょっとスレスレで頑張っていきましょう。はい。スレスレでね。また会いましょうね、ちゃんと。はい。また、また会えるように頑張りましょう。ちょっとまた、ありがとうございます。どこかで。ありがとうございました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 。ほな、さよなら。またね。失礼いたします。